られし闇を語る者の闇に見入られ鬼となる。これも今年の話なんですけど、僕こうやってですね、人前で語らせていただいたりとかもするんですけど、本職はですね、実はテレビの裏方で放送作家という仕事をしておりまして、企画出したりとか、ゲスト案考えたりとかいろいろしてるんですけど、その中である特番でなんかね、タワーマンションに住んでる人ってどういう職業なのとか、普段どういう生活を送ってんのみたいな、なんか下世話なね特番が始まって、でそれに着いたんですよ。でその時に「ちょっと早瀬お前タワマン住んでる人とアポイントメント取って取材してきてくれよ」って言うんですよ。でもタワマン住んでる人とどうやって知り合いになったらええんかなって分からんくて、とりあえずですね検索でタワーマンションの名前入れてみたんですよ、有名な。そしたらですね、面白いことに僕初めて知ったんですけど、タワーマンションごとに掲示板があるんですよね。例えば「〇〇タワーマンション」とかやったら、そこのタワーマンション掲示板って言って住んでる人がそこでやり取りしてるんですよ。例えばですけども、何階のどこどこの電球切れてますよって言ったら、管理人さんがその掲示板を管理してるから「はいつけました」っていうことでそのコメントごと消すみたいな。とか、そこに住みたいんです。住み心地どうですかって外からその掲示板にコメントしたら、あ、こうこうこうでここはいいけれどもちょっとねここがダメなんですよとか、そういうものを返したりするんですよ。あ、こんなんあるんや、おもろいなと思って、ほんでそこでもしかしたらちょっと撮影協力とかしてくれませんかってコメントしたら、何人かはこれもしかしたら会えんじゃないかなと思って、ちょっとやってみようと思ったんですよ。でその前にちょっと掲示板いろいろ見てみようと思って、おもろいなと思いながら見ていくんですよ。ほんなんかどこどこに規制上げる人がいるんですよとか、おおこら怖いな、タワマンでもそういう人おるんやとかって思いながら楽しんでたんですけど、心霊とか幽霊とかって入れたらどないなるんやろうと思って入れてみたんですよ。そしたら結構有名なタワーマンションで掲示板で検索のところに「心霊」とか「幽霊」って入れたら2件ヒットするんですね。その1件目っていうのが、私はこのタワーマンションの何階に住んでるものです、何号室は言えませんと、ただ何年の何月何日からなぜか分かんないけれども学生が飛び降りる姿を見るんですと。タワーマンションですから結構な高層から学生が飛び降りてるのを僕は見るんですっていうようなコメントだったんですよ。これ恐ろしいなと思って、でもう一件のやつが、私は何階に住んでるものです、何号室は言えませんと、で私はなんとかかんとかである日から学生が飛び降りるものを見ちゃうんですって言うんですよ。あれ同じこと書いてんな、でも階層違うんですよ。これどういうことなんだろうと思って、気になってそのコメントに返信とかってあるんで、申し訳ないんですけれどもその話ちょっとお伺いすることできませんかって連絡入れたら「あ、分かりました」って言って、その後じゃあ何月何日の何時に会いましょうって連絡まで取って、そのコメント全部消したんですよ。その2人とも会いました。でやっぱ昼間とか朝とかだったらその話してる時になんか変な風に思われちゃうから「夜来てください」って言われて。で11時とか12時とかですかね、ちょっと遅い時間にそのタワマン行って、ほんでその人を追って部屋通されて「どういうことですか?」って言ったら「いや実はですね何月何日から、朝なんですよ私は」って、朝その学生がねってなんかもうこう飛び降りる瞬間みたいな中腰みたいになってるのがスッて静かに落ちていくの見ちゃったんですよって、カーテン開けてて、で怖って怖ってあれからもうカーテン開けられないんですよねって、で朝方は開けようと思ってふって開けたら、開けてるタイミングでグッと落ちてくると、狙ってるようにこれ怖ってって言って「そりゃそうですよね、怖いですよね」って言って、そのどう飛び降りるんだろうと思ってそこから景色見たんですよ。あ、こんななんや景色タワマンのみたいな。でもこっから学生がピュッと飛び降りる瞬間見ちゃうってやっぱ怖いよなって。ありがとうございましたってそこ出て、また別の日にもう一件あったんでそこを行かしてもうたんですよ。また同じターマンなんでまた入らしてもうて、それも11時とか12時遅い時間でしたね、入らしてもうて、で同じこと言うんですよね。学生が飛び降りてって、でそこはターマンでずっと空見てたいからっつってカーテンをつけてないんですよ。全くカーテンつけてないからもうもろで見ちゃうんですと。でふって見たらそのタイミングでもうポンポン飛び降りるから1日数回見ちゃう時もありますねとか。いや怖いですね、それどういう感じで飛び降りてるんですって言ったら、頭から落ちてるんですよ。あれさっきと姿勢違うな、どういうことなんやろうと思って、あそうなんすか、ちょっと夜景見させてくださいってふっと夜景見たら同じ夜景なんですよね。あれこれもしかしてと思って一回外出てふって見てみたら、この一直線のところにある何号室と何号室なんですよ。だから同じやっぱり学生の飛び降りの例を見てるんですよね。で上の人は飛び降り縦なんで多分1回2回上から飛び降りた瞬間の学生を見てて、で下の中層階ぐらいのところの人は飛び降りてもう気失って頭から落ちてるのを見てるんですよ。だからその経過の違い、飛び降りてるのタイミングで見ちゃってて、だから違うんだで調べてみてもやっぱり学生飛び降りてるんですよ。あだから何回も何回もこの子はちょっと上の階から飛び降りてるんやなあターマンでっていう話があって、なんかもうそれでちょっとハマっちゃって、ターマンで心霊って調べるのがで調べてるんですけどやっぱなかなかなくって、心霊って入れててもその値が落ちるから管理人が消すんですって。ちょっと悪いような、例えばですけどおかしな人が住んでますとかって言っても隠すと、別の人が住みたい人が見た時におかしなもん書いてるからっていうことでもしかしたら住まんなくなるかもしんないからって消しちゃうと。でなんかないかなと思ってたらもう一軒見つけて、それも有名なタワーマンなんです都内の。でそこ行ってみようと思って連絡取っていくんですよ。ほんでもうそこの掲示板は少し変わってて、コメントが「霊が見えてた件ですが全てこれクリアになりました」「解決しましたんで大丈夫です」ってあったんですよ。解決したってどういうことやろうと思って、その人の飛び降りの例を見る、ちょっとじゃあ話してみようと思って、やっぱ深夜に呼ばれて行くんですよ。で行ってまた綺麗な夜景では綺麗やなと思いながら、でどう飛び降りるんですかって言ったら、やっぱこうカーテンふって開けたらそのタイミングでグッと落ちちゃう女性なんですよね。ああそうなんですか、いまだに見るんですか、解決したって書いてましたけどやっぱ見ないんですか、いやいまだに見ますよ、いまだに見るのに解決してんのどういうことと思って、解決ってどういうことですか、いやあのね飛び降りとかってやっぱり誰だか分かんない人が飛び降りてるから怖いんですよ。誰だか分かっちゃえばあんま怖くないですね、今は成仏してほしいってそういう気持ちでいますって。誰だか分かってたら怖ないって、この人もちょっと変な感性やなと思いながら、あそうなんですか、で誰か分かるってどうしてなんですかって言ったら、ある芸能人なんですよね飛び降りてんの。えいや私その人のファンでねずっとねその人追っかけてたんですよ。だからねその人が飛び降りてて顔見た瞬間にああの人やって思って、だから今は成仏してほしいと思って僕ずっと手合わせてるんですよ。その人の芸能人の名前は言えないですけれどもかなり有名な方で、やっぱりタワマンから飛び降りててっていう、でもそれもね結構前の話なんですよ。でタワーマンションってねなんか話を聞くとやっぱその高いとこからビルとかでもいいですよ飛び降りたら意識ぐんと失って落ちた頃にはもう何も意識ない状態、要は気絶してる状態で亡くなっちゃうパターンが多いんですって。だからもしかしたらですけど死んだっていう瞬間を分かってないから脳内で落ちた時に、だから何回も何回もタワーマンションとかビルとか飛び降りの例がよく見るんですっていうのは何回も何回も死にたいって言ってそっから飛び降りてるから何度も見ちゃうんじゃないかなと思うと悲しいなって思うんですけど、でこの話をあるイベントでしたら山優さんにある助言をいただいて、中学生の話なんですけど頭から落ちたって言ってましたよね、それね多分後ろから突き落とされてますね。なんそんなこと言うんですか、嘘でしょ、いや本当ですよ僕詳しいんでそういうの、普通に飛び降りる時って怖いから足から飛び降りるんですよ。だから足からぐしゃっと落ちるんですよね。だけど頭から落ちるっていうのは勇気あっても無理でしょ。だから多分後ろからトーンと突き落とされてこう落ちてると思うんですよね。確かにその子調べるといじめとかいろいろそういうので悩んでたって言ってるんですよ。もしかしたら突き落とされた可能性もあるんかなって思うと、タワーマンションちょっと怖いなって思って、いまだに調べてますけど、やっぱり心霊とかそういうのも目撃例とか多々あるので、ちょっと気になる方はですね、住もうかなとかちょっと気になるなってことはタワーマンションの掲示板で調べてみても面白い話、収集できるかもしれないですね。以上です。でした。